大覚寺の始まりから大覚寺の流れを大雑把に押さえておきますと、嵯峨天皇の利休の嵯峨院、嵯峨天皇の名前とはそこから来てるわけですが、嵯峨天皇の利休の嵯峨院から、来ております。この嵯峨院に、現在大覚寺は建てるということになります。でこの嵯峨天皇と空海は非常に深い関係があって、まあ、その関係で嵯峨天皇の利休の嵯峨院が、この真言宗の空海によって、あの空海の、まあ、あの真言宗の関係と、まあ、嵯峨天皇の深い関係あるということで、嵯峨院が大覚寺の、あの真言宗の大覚寺の端緒になっておると。光若入道真の開山として876年に嵯峨院を、大覚寺というお寺に切り替えてます。で、あの一応開宗は政子内親王、政子内親王というのは光若入道真の母親です。これには実は非常に、あのこの嵯峨天皇と光若入道真王には非常に、あの難しい関係で、この政子内親王は、あの嵯峨天皇の皇女で、光若入道真王というのは、あの俗名を常忠親王と言った人で、あの非常に複雑な問題を抱えている人です。で、それが、まあ、大覚寺を建てたと。嵯峨院を大覚寺に、変えて建てたと。あの三大 門跡の上昇以降、一乗院が検体しておって、まあ、したがって平安時代の、前半前の方から、ずっと一乗院が検体するので、大覚寺そのものはほぼ、実体を失っていくと。で、あの21代の、後嵯峨法皇が大覚寺の門跡に自らなって、で、これが、ようやく、一乗院と検体しない、一乗院とは違う立場からの門跡だったと。一乗院からの自立と。それ以降、王子の位置で受け継がれているわけですけども、これで見ますと、後嵯峨から、亀山へ、呉服草の王子が亀山なんですね。郷田。で、郷田の王子の荘園。で、この荘園発信王は、南朝支持で、その後、ちょうどこの荘園発信王の頃が南北朝時代なのね。まあ、鎌倉幕府から、剣武の申請を経て、室町時代ができるものだが、この荘園発信王で、この荘園発信王の時に実は大覚寺は炎上して、道のほぼ失うというふうに言われております。この荘園と、それから関村、発信王、この、こちらが北朝にと擁立されて、まあ、一時的にこの二人の争いがあって、まあ、荘園からやがて関村に移っていくと。この荘園も吉野には行かずに、清水坂付近に、最終的に隠遁しとったようなんで、後醍醐支持だった荘園発信王は、その力を失っていくと。で、関村。で、関村の後は、清少、高少というふうに移っていきます。その後、信州、降格と、いうふうにやって、まあ、興味深いのは、この辺まで、要するに南北朝時代を通じて、ずっと、この大覚寺、いわゆる大覚寺と、この亀山の子孫に、伝わっているとですね。要するに、こちらの自明院統の、子孫には、実は、しばらく伝わっていないと。実、この降格の29段との30代が、この呉服草の子孫になるわけですけども、それはもう室町時代入ってからであって、南北朝時代は、一貫して、大覚寺統であるということと、それからもう一つは大覚寺統イコール鎌倉幕府、あるいは室町幕府、反幕府的な勢力というイメージあるんですけども、この関村、あるいは清少、高少、こういった人間は、まあ、室町幕府大佐の元大覚寺門跡になっているわけであって、彼らが反幕的であったというわけではどうなさそうであるということであって、まあ、後醍醐の王子でも、いくつか、室町幕府に順応していく子孫もおるわけだから、常に、この高尚、発信王が後醍醐の王子でありながら割合、恩寵とやってもそれは不思議ではないと。1390年に、明徳の和訳が行われて、南北朝合体ということになりますが、この辺が明徳の和訳あたりですね。で、後南朝との関係がうんぬんされるんですけども、これに関しては実はちょっと議論があって、要するに大覚寺を、大覚寺党だから、即反幕的だ。大覚寺党だから、大覚寺党、大覚寺、反幕府だ。そういうふうに、まあ、見るべきじゃないんじゃないかと。いう見解もあって、大覚寺党だからといって、あるいは大覚寺だからといって、即反幕的であるというふうに、決めつけるのは、あれじゃないかなというのは、確かに私も同意します。太田宗一郎
立命館大学の太田宗一郎先生がそういうふうに言ってるけども、まあそれは私も全く同意します。応仁の乱で、消失して、それ以降、大覚寺は非常に苦しい時期を経ることになります。で、寛永年間には、天正年間から秀吉の頃に再建が始まって、寛永年間にはほぼ再建して現在の姿に現在近い姿になっていくと形になります。第1部として、この嵯峨天皇と、大覚寺の始まりのこの辺の話をまず見ていきたいと思います。この人の話、あるいはこの人の話をまあチェックするには、この利休とか嵯峨天皇に至るまでの歴史をちょっと、振り返っておかないと いかんと思うので、そこを振り返っていきます。これを見るためにはまずこの、この流れですね。公認官務、まあ、この辺も興味はあるんですけども、まあ、この辺置いといて、官務の後、官務、平成ときて、官務は、官務は決めたのはここまでです。平成から嵯峨と。要するに、こういう風に行って、こういう風に行くという、実は、意外と、この両党設立っていうのは、万世一系なく両党設立っていうの割合、行いますよね。こう両方とを立てるということが意外と、天皇の歴史では多いんですが、官務の構想でもすごくなっていると。平成天皇、まあ嵯峨というのはこの平成の否定のようになっているんで、まずこの嵯峨の登場要因、それがないとこの常定親王の話もなかなか分かってこない。まずこの嵯峨の登場の前提としてのこの平成天皇をちょっと見ていきますと、まあ平成天皇、まあ今日ではクスコの辺のイメージが非常に大きいんですけども、この平成天皇というのはどうも、いわゆるクソ真面目なタイプだったみたいですね。だからこの官務の広げた風呂敷を、徹底的に、元に戻し、徹底的にこう見直していくということで、まあ、崩壊しつつある律令制度、律令の、立て直しといったものを、まあ、引き継ぐとともに、官務のやったことに関してもかなり大きく見直していくと。で、まあ、国司の監察制度とか、そういう不正とかそういうと思ってて、非常に厳しく、なおかつ意欲的に到達したことが言われてます。で、この伊予親王、弟の伊予親王が立ち上がったのは、平成の政治性の反発があり、まあその結果、それまで、藤原家の、中心な藤原南家が、没落していくと。ところが平成は、病気に倒れて、病に倒れて、退位すると。嵯峨に移って、で、高岡が、高岡親王が立体するわけです。要するに、まあ、こういう、道が引かれたわけですね。で、彼は平城宮に引退したんですが、ポイントは彼がやがて、健康を取り戻したことですね。おそらく、まあ、ストレス性の、あれだったんでしょうけども。その結果、大乗天皇、この頃の大乗天皇制というのは、天皇大権を持ってるわけであって、まあ、大乗天皇と天皇っていうのは、これは両立、権力を二分する。で、それが、離れたところに、平城宮と平安京の、両方にこう、分離してあると、当然、権力が分散していくという、そういう、理屈があり、なおかつ、平城宮っていうのは、平安京に遷都した後もなくなったわけじゃないですね。ちゃんと官がとかもあり、そこに相当数の官僚が出勤し、従って、平成大乗天皇の様々な政務を担当する人間もおって、こうなると、嵯峨天皇と平成大乗天皇の間の、まあ、緊張関係が出てくると。一般、クスコの変、藤原式家の、クスコが平勢をたぶらかして、嵯峨天皇に、謀反を起こした。というようなイメージで捉えられがちな、クスコの変ですけども、実際には、平成サイドに、クーデターを起こす動機はないんじゃないかと、いう意見もあって、むしろ、戦争を仕掛けてるのは嵯峨の方であって、嵯峨と藤原北家、嵯峨とそれを支える藤原北家、つまりは、ある種の代理、藤原氏の内部の代理戦争でもあるわけですけども、平成プラス、藤原氏家 VS、佐賀プラス藤原北家と、この争い、これが真正面からぶつかる。で、どっちか言うたら、積極的に動いて叩き潰しにというのは佐賀の方なんで、これは実際には
佐賀サイドが動いて平勢を消しに動いたんじゃないかというふうにも見られます。ただそれではなんか佐賀悪者なんで平勢が平勢悪者するわけにはいかないんでクスコという人間を狂言マシンに仕立て上げた、そういうふうに記録が残されないかという意見も、根強く存在します。で、結果として、とりあえず平勢は敗北し、高岡は敗退し、ただ、ここで、佐賀は自分の息子をいきなり天皇につけるのはまずいと思ったのか、不思議なことに佐賀はここで、こういうふうにします。次の天皇をこちらにするということを、言い出します。純奈の方にやると。この人がダメになった後はこちらをつけるとちょっと何なんでこちらに回すと、こちらはちょっと何なんでこちらに回すということでこういうふうになります。両党設立なんですね。要するにこう一直線にこうつないでいくってことは実はあんまり考えられていないんじゃないかという感じがしますね。大友親のいわゆる純奈天皇の、立体史が、進められます。で、佐賀天皇の政治というのは平勢路線の取捨選択、平勢が、非常に急進的に官務庁を見直したために反発を買ったことにあれを鑑みて佐賀は平勢路線の取捨選択、東風化、これも、言われますね。儀式や服装や人命などを中国風化していくと。佐賀というのはやっぱり非常に中国的なんですね。で、この頃に、例えばこういう、ムチマロとか、オトマロとか、ウチマロっていう名前が、中成とか、で、これ以降、我々がよく知ってるような名前、道長とか、頼朝とか、清盛とか、そういう漢字二字を基本とする名前に変わっていくと。京都の内裏の門も、和風の名前から東風に、変わってますし、この頃一気に中国風が一旦進んでいくと。今日の話に引き付けるならば、この霊勢院あるいは佐賀院という、利休への引退ですね。これはクスコの変の教訓から太政天皇の国政の不寛容を意図したものであると。だからこれ以降の太政天皇の略称が上皇なんですけども、これ以降、上皇というのは実は国政に関する権力を持たないというの、いうことが原則になっていきます。じゃあ、太政天皇はいつの権力を失ったのかというと、そういうわけではなくて、家政機関としての、誤飲、その太政天皇の上皇の生活、あるいはその、格式ある生活、そういったものを保障するための経済、そういったものを回すための、政務機関、そういったものはやっぱり、存在するわけであって、その家政機関というのは誤飲が成立し、私的な権力自体は増大していく。それがうちの院政になるわけであって、そういう意味では、いわゆる太政天皇制と、奈良時代太政天皇制と院政とは全く違うものであるという、権力は変質しているということは言えるかと思います。これ、藤原四兄弟、京家、南家、四季家、ホッケですけども、四季家がクスコの辺で、まず伊予の変遷の辺でこの二人が潰されて、で、クスコの辺でここが消えて、で、結局この冬通が残るという形になるわけですけども、これが佐賀天皇の時の最大の特徴ですね。そういう意味では、佐賀朝というのは、平安京の基礎を作ったということは言えるわけですが、で、いよいよ大覚寺の、話につながっていきますけども、こういう関係になります。公認から桓武ときて、平勢から佐賀と。で、佐賀は純奈に作ります。純奈は今度は、こういう風になります。と任命の次が、この、こういう風な皇位継承が、この純奈から任命への、上位の中で、任命から常定と。こういう風な、皇位継承が、起訴されるわけです。その一方で、この任命天皇の時代というのは、上和の盛代と言われて、現在、任命天皇言ったら、任命天皇って誰、任命天皇って知ってますか言ったら、多分、チャルデートに、すみません、任命天皇って、覚えてますか言ったら、多分100人おって5人ぐらいが知ってます言ったら、ええ方かなと勝手に思ってるんですけども、
まあ、一応学校で習わないでもないですかね。あの、御花園天皇は一度あの聞いたら、80人の歴史好きが集まってる中で2人しかいなかったっつうのがショックだったのと、それから、あの、亀田俊孝先生の観音の上覧を非常に、あの、読んでいた、非常に熱心に読み込んでいたうちの弟が知らなかったことが非常にショックだったんですけども、まあ、任明天皇はそれに比べるとちょっと、あれが上かなと思うんですけども、まあ、そんなに有名な天皇ではない。ただ、これ平安時代の貴族にとっては、この任明天皇というのは非常に重要なポイントがあって、まあ、これは和歌の復興がこの整備というものに、いうことでも説明できる。もう一つは、実は、この任明天皇時代に大きな出来事があって、現在ではもう垣間見られませんけども、聖武のケチメキが証明したんですね。要するに天武系の天皇が完全に、天武系が天皇になる可能性が完全になくなったと。井上内親王から坂戸内親王、この間に生まれた朝原内親王が、もうこの間からは男子は生まれずに朝原内親王だけが生まれて、で、この朝原内親王はこの坂戸内親王に先立って亡くなってるんで、坂戸内親王が、亡くなったことで、完全に聖武の血脈は、消え去ったと。あと、天武系残ってるのは、あの長屋王の子孫の高階真人、それから、あの、同じく長屋王の子孫を称する、清原の真人、ぐらいになってくるわけです。彼らはもうすでに、天皇家から離れて長いので、天皇になることはないと、いうふうに見なされていたんで、あの、聖武の血脈が完全に消滅したということで、後任桓武の、て、あの、天地朝系が皇統をきっちりと確立したという、そういう側面もあったと。まあ、いわゆる最後の遣唐使もこの時代ですね。まあ、中国の文明を必要なくなったんじゃなくて逆です。白木省による海上交通路の整備されたんで、誰も遣唐使用に頼らなくても ようになったと。いう話ね。まあ、博多の整備。これも任明天皇時代です。で、この、いよいよ、この時ですけども、上和の変。皇太子の常須田親王、この人ですね。常須田親王はずっと悩んでたんですね。要するに、圧力が半端ないと。こちらに行かせろ、こちらに行かせろ、こちらに行かせろと圧力が半端ないと。だから、日頃から皇太子を辞めたいと、辞めたいと言うんだけども、まあ、あの、この、任命やら、佐賀が、いやと、言い続けてるんですね。そういう中、友さんや、立花さんらが、この皇太子を担いでクーデターを起こすという事件が、まあ、摘発されます。本当かどうかはわからない。本当かどうかはわからないけども、そういう事件、クーデター未遂事件が摘発されて、で、常定は、結局、皇太子を辞退して出家。で、あの、この純那皇統は、消滅して、以降、この任明皇統の、ことが、この佐賀皇統の独占。佐賀皇統に、統一されるわけです。当分領土鉄立っていうのは、まあ、しばらく、お預けになると。あの、常定親王は、出家して、大覚寺の開山になります。で、この政子内親王も、この佐賀、任明サイドの、あの、やり口には非常に、まあ、反発して、結局、まあ、彼女らが、あの、この政子内親王と、常定親王が、大覚寺の、階段につながっていくということで、まあ、大学時の、スタートつの意外とドロドロしたものが背景にあるなという感じであります。まあ、大学時の、階段までの話で一旦話を聞いたと思います。大乗天皇なんですけどね。はい。佐賀は大乗天皇に なるんでしょ？なります。質量上の大乗天皇ではないということなんですか？今までの大乗天皇とは性格があるんですが、佐賀院は、そうですね、律令、あの、律令制というか、あの、持統大乗天皇が定めた天皇とは、一線を画す。だから、それまで、あの、一応天皇を辞めたら、そのまま、アプリオリに大乗天皇だったんだけど、佐賀天皇以降は、次の天皇が一応尊号を立て祭るとかになってる、ってますね。尊号を、まあ、あの、立て祭るのでこの場合尊号を与えるがないかな。律令の規定では自動的に大乗天皇になるんですか？なるはずです。で、天皇体系を受け継ぐん。うん、天皇体系を、まあ、あの、二つに続く、まあ、あの、基本的には同等の権限を持つと。あの、佐賀っていうのは、
ある意味天皇家の家父長として君臨するわけでしょ。どっちかとそっちの方なんですね、結局。うん、だからある意味後の院政のプロトタイプみたいな感じで受け止められることもあるよね。うん、律令の制度というよりももうあるんだけど、家父長ですね、天皇家の。どちらかというとこちらの方ですね。これの先駆的な存在ですよね、なんだか。そうですね、だから院政の先駆的なタイプとも言われることもあるよね。うん、どっちか言ったら前の太上天皇から切断されて後ろの院政につながっていくんですね、佐賀天皇様。つながっていく感じですね。領土を設立にしようというのは官務の構想なんですよね、もともとは。おそらくはそうでしょうね、これ。佐賀天皇はその父親の方針を受け継いで領土設立をする気だったんみたいですね。うん、どうもそうですね。この城は候補に持っていってるっつうのは。佐賀がなくなった途端に城和の変が起きますよね。うん、佐賀は生きてる間はなんとかこの常貞が一生懸命やめようとしても貞川はやめさせなかったってことは、おそらく佐賀は多分ピュアだったり、そういうことがイノセントというか、そういうことに関してはまあ多分彼は純粋なんだろうなと思いますけどちなみにこれは両党っていうので、こう言ってこうで潰されたもんが今度はこっちが言ってるんで、これ両党手続きじゃないですね、ここのところは。ちなみに、あ、それでなんか養生天皇が潰されたともうこっちに入れて、こっちは切断されちゃうんで、これはこうやったら、こうやったら領土設立ですが、養生天皇のお母さんと元常が仲が悪かったとか話でしたよね。ですね。高彦さんかなんか、門徳と皇后のとかは一本ですよね、日本立てで。一本ですね。うん、またまたしばらくすると霊税系と遠遊系で領土設立が始まりますけど、これもすぐに五一条の時にきっちりと固められるし、まあ、領土設立だろうという動きとそれを左右動きの両方ありますね、天皇家の場合。領土設立のメリットって何なんですか。何なんでしょう、結局喧嘩にならない。それからもう一つは高騰が二つあったらリスクヘッジができるってあたりですかね。そこまで考えたかどうかわからないんですが、庶務の系統が切れてしまったというのがショックだったんでしょうね、桓武天皇にしてみると。あれやっぱ一本にしておくと、うん、ああそうか、要するにまあ桓武の場合は要するに自分とは捉え込んできたのは庶務の子孫がプツッと切れたから、あれもう一つあったらまあショックつうか、これ多段の石にすなあかんなみたいなところですかね。系図作りながらね、素人考えで考えたのはね、奈良時代の天武の系統が一本で少し切れちゃったでしょ。そうですね。それ反省してね、日本にしておいてね、かつね親子やと20年かかりますよね。はい、年下の弟をかまして10年で変えていくと、兄、弟、兄の子供、弟の子供で10年、これだといけると。構想としてはそれはありえるなと。まあ官も結局こういうふうに考えたんですからね。で佐賀もこういうふうに考えた。システムとしてはね、構想は分かるんだけど実行は難しいでしょうね。雅子さんのお母さんかなんかがうちの方だけでやるんやとか言って。断輪皇后ですね、立花勝子、断輪皇后。そう、その人がどうしても出てきますよね、そういううちの孫にというのが。うん、まあ断輪皇后もかなりその辺は個性強そうなおばちゃんですからね。そういうふうにしてその領土設立が壊れた側で、その負けた側の雅子さんと常貞さんから大覚寺で始まったわけですね。あ、それは知らなかった。そういう意味では、負けた側の怨念が込められてるのかな。行為は告げなかったけど、まあ、佐賀院の屋敷は取ったんですね。ね、うん、まあ、都から離れてるしね。殺してしまいにならないで、なんとか遠ざけるぐらいで話がついたら。まあ、高岡に比べたら、まだ行き先が佐賀院だっただけね。高岡みたいになんかベトナムの方まで行っちゃわなくて。
まあ、あれも別に流罪じゃなくて水が出ていったみたいけど、インドに行くんだ言うて、高岡親王もやっぱり猿と豚とあのカッパの嫌いぐらい連れていくべきだったかな。何ですかそれ。あの、いや、この人あのガンダーラ目指してあのベトナムまで行ってたんですよ。なるほど、三蔵法師みたいにして。この後は意識的に領土を鉄にしてやろうというのは、あそこ、五坂があれも意識的にしたのかどうかわからないですけど。五坂はどちらかというと幕府の介入でしょうね、あれ。五坂は多分亀山にしたかったんだろうな。あの、五坂通人物も結構、あの、面白い人物なんで、あの、なんか書いてみたいなと思うんですけど、誰も書いてないしな、五坂って。あと、なんか時々日本になるのは、あの、病気になって弟が継いだとか、そういうケースですよね。うん。で、兄の子供と弟の子供が両方、こうと継いじゃったとか。遠遊とレーズなんかはそうでしょうね。まあ、病気になったつうか、病気にさせられたつうか、おかしかったのか、おかしいことにされたのか、その辺は、あの、倉本先生は、あの、別にレーズおかしかったとは限らないと、言ってるけど、現在残ってる記録では頭おかしいけど、高岡親王のことなんか、俺、私は小説だけかと思っとったんやけど、よう位置づけが分かりました。次行きましょうか。はい、で、大覚寺というのはそういう意味では、領土鉄と関係が深い、あれのようで、大覚寺党の始まり。まあ、あの、大覚寺党の始まりっていうのは、当然、こっから始まるわけですね。五坂天皇。五坂天皇の有力な王子って、まずこの宗隆親王様で五坂天皇が即位する前に生まれた王子やったんで、まあこれ実際には彼は出家するはずだったんですけども、まあ鎌倉幕府の方から、欲しいと言ってきて、まあこれだからまあ宗隆親王、五坂天皇、それから北条時頼の、まあ、三方よしなんですけども、その後、五坂天皇は、第二王子の、久仁親王、後深草天皇に上位します。で、その後、亀山に、あ、これだからこう抜けてるわ。と、その後、弟に継がせると。後深草が亀山に継がせると。で、この辺、後坂天皇の意思なんですね。後深草から亀山へ。さらに亀山の王子の義仁親王を立体させたんで、あの、この段階で実は、あの、後坂の意思っていうのは、これ、まあ、よく意思を残さずというふうには、あの、よく言われますけど、実は意思は結構はっきりしてると。要するに、こういうふうな、こういう意思、太い意思ってものすごいはっきりしているという気がするんですよね。五坂の意思っていうのは。ただ、この段階で、この義仁親王が立体した段階で、当然、この後深草は切れるわけです。なんでやと。なんで、あの、親父は、あの、弟ばっかり、気に入って、俺のことがん無視するんやと。この義仁親王が、即位したら、完全にこちらに院政が行っちゃって、この流れができるじゃないかと。いうふうにごねた。あの、その時に五坂が亡くなった時に、五坂は改めて、あの、意思を残すことはなかったんですが、これ、あの、五坂天皇の即位の時の状況で、鎌倉幕府に非常に世話になったんで、鎌倉幕府が決めてくれると思っていたから、こういうふう、あの、意思を残せなかった呉服閣下の子孫か、亀山さんの子孫だったんですけども、私はどう見ても、これ、呉服閣下、呉坂の意思ってはっきりしていて、いや、これほどはっきりした意思ないじゃない、ないじゃんと。めちゃめちゃはっきりしてるじゃんと、これ。と思うんですけども、その辺はちょっと、ま、あの、呉坂について、詳しく、まだ、あの、そこまで詳しく見たら分かりませんけども、まあ、これを見る限りでは、めっちゃはっきりしてるやんと。で、問題は、あの、後深草が切れて、俺もう、あの、出家すると。大乗天皇の、尊号も返すと。大乗天皇の尊号も返す、返上する言うて、吠えたんで、これはまずいと思った、あの、北条時宗が、大宮院、つまりこの、西園寺実娘の吉氏さんに、諮問をしたんですね。なんかあんなこと言ってますけど、どないでしたろうと。たら大宮院は亀山院政で行きなさいというふうに言ったらしいんで、これどうもこの吉氏は要するに呉服閣下と亀山の両方の母親ですから、
これでほぼ決まりなんでしょうけども、この呉服がごねたことに関して、結局ここで出てきたのは西園寺実兼さんが、交渉した結果、実兼結局両方に、あっちゃこっちゃに、力があって、その西園寺実兼の弟の当院実をも、両方に影響を持ってるんで、この辺としては、どちらか一方で喧嘩やったら困るということがあって、合談次はこちらというふうにして、ここに大覚寺党と、それから人民院党という、要するには、こう言った後、こう言って、こう言ってという形、これ、両党鉄立の形が決められると。これ、結構幕府の影響、幕府が要するに、幕府の北条時宗が、両党断絶あるべからずと、要するに両方とも、断絶させてはいけないというふうに、指示したことで、この流れが決まったんで、まあ、幕府主導であることは事実なんですけども、これについて、よく言われるのは、本来の皇室天皇家の、嫡流つうのは、本流つうのは、こちらであると。こちらは支流であって、まあ、幕府は、天皇家の力を削ぐために、この寺明、伏見天皇から始まる寺明院と建てたんじゃないかというふうなことを、まあ、いう研究者もいらっしゃるんですけども、私はどうも、幕府っていうのは多分そこまで考えたかったんじゃないかなという幕府が、よし、天皇家をこう滅ぼす力を削ぐためには、二つに分けてるのがいいぜってやってなくて、非常にこういう入り組んだ関係の中で、まあ、両方の顔を立てとかんと、どっちか一方を潰すと、ものすごく遺恨を残すんで、しゃあねえなと。それを裏付けるものとして、実は鎌倉幕府も寺明院と一辺倒ではないんですよね。ということを、ちょっと次に見ていきたいと思いますが、我々はなんとなく、この男が幕府をぶっ潰しにかかるんで、この大覚寺統治のは、反幕府的、寺明院統治のは幕府べったりだというふうに我々は考えるんですけども、違いに単純にそうは言えんわけであって、まあ一つは、この足立康盛という人間に、注目する必要があると。足立康盛、実は彼と割と仲いいですね。ってことは、何が起こるかやったら、足立康盛が滅亡すると、この人の立場が非常に悪くなると。よくなります。足立康盛に対しては、平頼綱の政治。平頼綱という、特捜身内人が独裁を取るわけじゃなくて、まあ、これは背景に、北条氏の、長老グループである北条信時らが当然支持してるはずであると。なんとなく、これ北条信時、あるいはその息子の、北条宗信、このあたりの執権とかは完全に飾り物や言うけども、実際に平頼綱が全てをこう、やれるってわけで、頼綱には当然、こういう信時、宗信らの支持がなければ、おそらく動けないはずであって、この平頼綱、彼は、どっちか言ったら、こちら支持です。ですね。当然、こちらが、足立がこちらとしたら、頼綱はこちらになると。それを、示すに将軍も交代すると。要するに、誤差が、系統のこの、こちらを、断ち切って、この寺明院統から、要するに、天皇も、将軍も、天皇も将軍も、寺明院、呉服閣さん子孫から出すと。あえな亀山は失脚すると。いうことであって。まあ、だから大覚寺統が、幕府と相入れないイメージがあるのは、まず一つはここですよね。要するに、足立康盛から大量の頼綱に加わった結果、康盛と親しかった亀山天皇の、政治基盤が失われてしまった。まあ、切れた亀山は伏見暗殺、未遂事件を起こしています。ところが、亀山に風が吹きます。昭和の地震によって、この北条信時らは、考えます。スケープゴートいるよね、と。頼綱が粛清されます。それ以降、安森派が復権してくるわけですね。代表的な人物が、健康保障にできた金沢貞昭です。で高時政権というのは基本的に、いろんな人間の野望というべきか、高時政権2はその辺非常にバランスが取れてるというか、高時、執権高時、
連勝金沢須田明、金沢氏は、金沢北条氏は安森派の、安森と非常に親しい関係あります。あの安森の血縁関係あります。それから足立時明、安森の甥の子供というのかな、長崎、高綱、この長崎高綱っていうのは頼綱の兄の、兄やったら弟かの子です。あの頼綱の甥にあたります。だからこういう、人間をバランスよく配合した、高時政権の下で、大覚寺党も、復活できます。特にあのこの豪田とこの金沢須田家の、関係が非常に深い、ここに非常に深いパイプラインがあると。ということで、金沢須田家は、長い間京都、あの、六原丹大で京都に長くおって、豪田との、関係も、結構深く、なってます。また、あの、自分の息子を何人も、おもろに送り込んでますから。で、おもろ言ったら、まあ、やっぱり、真言宗の豪田、の影響の強い、あの、寺院ですし、そういう意味では、金沢須田家が、長い間、連署として、ナンバー2として2連目化してる間は、大覚寺党にとっては非常に美味しい時期が、続くことになります。で、あの、こういう時にあれですよね。だから結局、大覚寺が復活するには、やっぱり金沢、北条氏の、影響というのは非常に、大きいと。で、大覚寺党に風が吹いた結果どうなるかと言いますと、こうなります。順番していきます。1、2、3、4。で、ここで、より、あの、ここで、下月騒動。こう来て、こう来て、完全に自民党の、未来が来たかなと思ったら、頼綱失脚、平前門の変、こうなって、こうなって、で、この花園に対して10年経った頃に、後宇田が、花園から次の天皇に帰ろうというふうに要求してきて、まあ、この、つまりこの5人城が急死したことで、この花園の、救いが成ったよね。で、そこのところで、後宇田の皇位継承戦略の結果、花園の皇太子として出したのが、こちらやなくてこちらであったというのが、後宇田の皇位のところというふうに、あの、高知翔介先生はおっしゃってます。あの、花園の皇太子に出したのが、普通なら、花園より年下の国吉などに、花園よりも10年年上の後醍醐、高春親王を、押し込んだところが、五人城の巧みなところであって、これを入れること、これを一本入れることによって、国吉を皇太子として温存できる。で、この頃まだ、この辺が、まだおらんですね。この辺がおらへんわけです。そしたら、こちらの方が、じゃあ皇太子を、あの、天皇、次、あの、天皇を後醍醐にして、皇太子と。で、おそらく、あの、後宇田10年先を見据えて、21歳の高春親王を11歳の花園天皇の皇太子に据えて、で、10年間経った段階で花園21、後醍醐31。で、そこで、本命の国吉親王の、あれだと。いうことで、後宇田が、あの、一つだけ勘違いして、あの、で、その頃大覚寺っていうのは、この後宇田のもと、急速に整えられているわけです。この豪田の死がいろんなことを導き出すわけだね。豪田の死。豪田が亡くなると、要するに、こう来て、こう来て。で、ポイントは国吉が体が弱かったのか、豪田は、あの、もし国吉が死んだら、後醍醐とこの息子の代までは認めると。で、それ以降はこちらに返すと。いう、そういう、あの、お気分を後醍醐に、残してるんですけども、豪田が死ねばそれは空分化するわけであって、この国を、あの、今度はここの間の対立が激化すると。ということで、まあ、あの、それが後醍醐の倒幕活動につながっていき、花園の危機感にもつながっているわけですけども、まあ、この辺の花園の、問題は、彼は禅宗の方に走っていきますんで、近い将来の明神寺の方に。この豪田の、この大覚寺の一番調子がいい頃ですね。背景には、まあ、あの、後宇田がうまく、鎌倉幕府とうまくつるんでやったと。だから、まあ、大覚寺、あるいは大覚寺党が反鎌倉幕府、あるいは反幕府的であるっていうのは、やっぱり、このおっさんの、イメージが強いわけであって、この引きずられすぎであって、実際に、この流れとか、こういう人もいるわけですし、あの、それが亀山の流れの、こっちもいますしね。
だからまあ、で、これまたややこしいところがあって、この関係も良くないですね。で、この関係は、要するに、合田が後醍醐を引っ張り出したのは、もう一つには、この亀山の王子、要するに亀山対策もあったと。だから、大黒寺統通のは、一枚岩ではなくて、グラグ、ある意味グラグラではあるんですね。このもん、ここの問題。ここのも、ここも、ここの問題。ここの問題。いろんなものを抱えてるわけです。で、こういう、いろんなものを抱えてる中で、この連合が成立したと。まあ、これ対策で。ただ、この人が死ねば、このゴウダが、考えるこの流れとの対立が始まると。いうことで、まあ、大黒寺とつっても、後醍醐に引きずられてはいけないというのが一番のポイントかなというふうに思います。まあ、大黒寺の苦難で、まあ、大黒寺の門跡についてちょっと見ていきますと、感じになります。まあ、後嵯峨から、亀山、こう来て、先ほどね、こう来て、こう、こうで、環境、発信の音。初めて自明院島に移ります。これ以降、大黒寺島に移っていくことはないですね。その後の大黒門跡は、天皇家はしばらく離れます。義将、清新、清秀、義春、孫信。江戸時代入って空所発信のですね、人親王子の空所発信の時に、大黒寺は、本格的に、まあ、再建が、始まると。で、だから、苦しく、まあ、大黒寺は、このあたりの頃と、なかなかちょっと苦難の時期が続いているということになります。それまでの、こう、ずっと続いてきた天皇家から、足利義満の息子の義書を迎え入れたというのも、一つの、苦肉の策とは言えるかなというふうに思います。ちょっと注目したのは、この、環境発信の、五光厳の王子の環境発信の、なぜいきなりこの大黒寺、ずっと大黒寺島で、やってきた。まあ、大黒寺島というのが非常に、大黒、特にこの、やはりこの合田の、存在があって、この合田が結局大黒寺を、復興したわけであって、まあ、それ以前は、亀山とか、後嵯峨も、一応大黒寺の門跡という形で出家後になってますけども、基本的に亀山は現在天龍寺に乗ったわけであって、亀山殿に。大黒寺を整備したのは合田です。だからそういう意味で合田とその関係者が、この大黒寺を、ずっと抑え続けるのは当然なんですけども、この人物、五光厳の王子のこの環境がいきなりこう出てくる、その背景をちょっと、考えて、ちょっとだけ見てみますと、こういうことですね。実は五光厳っていうのは非常に子だくさんであったと。次男が、天皇やってますけども、あとはみんなことごとくきっちりと、みんな皇孫やってると。これ、奨励院はこれです、もちろん。返還する前に決定しちゃったんだろうと思いますけども。で、名前ならみんな発信のやってますから、この五光厳っていうのは非常に王子がたくさんで、さまざまな世羅に送り込んでるっていうのはわかります。これ実は、五光厳の後の五円友、それから五個松、将校とどんどん子供減っていくんですよね。で、この頃、黄金のライバルのスコ、それから、中人親の、それから須田房親の、この辺もみんな子供がいないということで、ある意味大黒寺島が、この後、幕府からも必要になってくる背景には、この五光厳天皇の王子の後を継ぐ、連中がいなかったと。で、これらの後に、結構大黒寺島の王子たちが重宝されていくんですよね、これ、どうも。それから、まあ、彼らの後継者に結構たくさん、入っていくのが足利氏です。室に出たね、義満の息子の宝尊。義満の息子たちがたくさん入ってます。奨励院の後には義援。彼の後には、義将。この後には、義将と。実に、四つ、五光厳天皇の王子の、うち、四つの門跡は、
足利義満の息子たちが、継承してます。で、聖護院とか、あの円満院はこれは御松陰の宮ですね。南朝大覚寺等が取ります。円満院門跡は。この妙法院も、誰だったかな、この聖護院は、摂関家に移ります。醸造院は、この人を確か、この人の後、これも後、この醸造院の後、あれか、醸造院とこれも、神津宮、大覚寺等に移るんですね、これ。結構、だから大覚寺等とか足利氏に、移ってくるのが多くて、うん、まあ、寿命院等がこの後、急速にシュリンク、縮小していくのに伴って、大覚寺と、あるいは、足利氏が、こういう門跡寺院に、まあ、安定していくと。で、大覚寺の場合は、この五光厳の時に、寿命院と移ってから、儀章を訪って、大覚寺等にはお鉢は回ってこなかった。意外なことに。ということになります。この発心のってよく出てきますよね。はい。これは、いつなるんで、そのお寺に入るときにあなたは発心のですっていうふうに。発心のっていうのは、あれですね、発心のと入道心のの、違いを述べておきますと、出家して、出家した後、まあ、どっかのタイミングで、心の宣言があった場合は発心のです。で、逆に、親王宣言から、出家した場合、親王宣言から、親王宣言後に、出家した場合は入道親王です。そういう違いです。法親王の場合、何歳ぐらいで出家するんですか？大体子供の時。その時点ではまだ親王じゃないっていうこと。そうです。うん、出家した段階、だから幼少時からも出家してる、もう出家するために入室してる場合は大体発心になりますね。だから大体こういう門跡が発心のが多くて、入道心のは数えるしかありません。で、時々入道心のか発心のかちょっと分からんケースもあるんですよね。ウィキペディアでも発心のであれだけど、行女も確か入道心のやったような気もするんですよね、この人。私の記憶が正しきれや。入道心のってあんまり聞きませんね。少ないですね。有名なところでは、我々はスダフサ親王と呼んでいる、伏見の宮スダフサ親王。彼は実は、親王宣言受けた1ヶ月、2ヶ月半かな。で、出家に追い込まれてるんで、出家名は道金なんで、彼は厳密には道金入道親王というのが正しいです。彼の人生のほとんどは道金入道親王でした。大覚寺のね、はい、門跡が大覚寺島から寿命院島、そして足利市に移っていきますよね。はい。これ誰が決めるんですか？お寺側が決めるんですか？でこの人を門跡にしてほしいで招くんですか？その上から天下ってくるんですか？多分天下ってくる方やと思います。大覚寺サイドには決定権ないんちゃうかな。子が欲しいとは多分ならないと思います。これずっと大覚寺島が亀山の子孫が大覚寺の門跡になってるのは、これやっぱり利権なんですか？大覚寺島多分そうやと思います、うん、で大覚寺島言っても幕府にひっついてる人も言うんで、そういうやっぱり利権があったの。特にこの家木寺の宮っつうんですけど、この家なんかはもう幕府と海を共にしてるんで、完璧にこの二人なんかは利権化してるでしょうね。で、多分五光厳の方からこの大量の子供をなんとかしてくれということで、幕府の方に多分申し入れがあって、彼の入室が実現じゃないかなと。次のこれを見て思うのは、多分五光厳の方から彼末っ子なんですよ。順番、これ生まれ生誕順、一応生誕順並べてあって、だから多分大覚寺は最後の最後で多分押し込むのに成功したというか、多分五光厳はもう死んでるはずなんで、多分五光厳を絶対に守りきると決意した細川龍騎、あるいは足利義満が押し込んだと思うんですけど。さっきの領と鉄実のところで言うと、その大覚寺島というのは五宇田と足立
まあ、亀山と足立、うん、亀山と足立が亀山と足立が、これは仲がいいと、連携してるんですね。はい。で、足立康盛派の人間の中の有力者である金沢貞明と豪雨大ですね。世代下がると。で、このグループが力を持ってるときは、大覚寺党側の方に天皇がこう集中してね、うん。こういうふうになりますね、こういう機会に。うん、私の想像なんですけども、結局、こっちが通らずに、こちらが通っちゃったのは、あの彼の立体視が、金指すだけの失脚後なんだなとか、ちょっとその辺気になるところがあって、まあ、あんまりそこをこだわるべきなくて、金沢貞明も五代後にどんてと語りそう。金沢貞明はこちらの方におそらく語りしたはずであって、まあ、五代後にあんまり、気にしてる義理なんかなかったやろうけども、金沢諸法上氏と、大国寺との関係っていうのは、これはもっといろいろと考えていいんじゃないかなと。まあ、永井進先生なんか結構いろいろと、面白いこと言ってあるんですけども、私も永井進先生の本を読んで結構勉強なところがあって、なんとなく私も大覚寺と言ったら反幕府というイメージだったんですけども、ああ、そういうふうに単純に言っちゃダメなんだと、なんとなく思うところがあって、うん。これ大覚寺とか仲が良くて、五代後から国吉に持っていた、あとそのさらに皇太子も取れれば、一本ができたよね。領土ですと解消できたんです。というふうに交渉戦に立って、まあ、実際にこの辺の、巻き返しがどの程度あるのかという話ですよね、うん、どの程度効くのかという、五代後のこっちの、関係中国ってこちらは非常にこう頑張って和人親王を徹底的に、鍛えようとしてるんだ。花園はもう和人に、きっちりと、フォーカス、あ、もっともこの頃まだこれ生まれてませんからね。なんせ実はこういう関係らしいから。だからまあ、花園としては、和人としての全部頑張ろうしてるから、まあ、この巻きからどういくかですね。大覚寺って面白いですね。うん。ことやってて。うん。ものすごいバラバラですもんね、これ、ほんまに。そうですね、いろんな土産に分かれて。うん。しかもそれは喧嘩しとると。うん、まあ、喧嘩してる場合ちゃうやろっていう。この時盤の宮の、この実は亀山は、あれですね、5人以上の皇太子に移動するんですね。で、それに対して、郷田は、高春をグイグイ押してくると。で、郷田上皇が大覚寺で院政をしたというのは、それはやっぱり自分たちの本拠地だからです。彼の場合やっぱり密教の儀式に凝ってたから、そこにずっと居座っていて、で、まあ、そこに持っていったからでしょうね、多分。まあ気に入ってたというか、まあ要は豪太が御所にそこを作ったとべきか。で、自分も密教やりたいし、密教持ってたやし、うん、そこで政治もできればそれでいいわと。うん、うん、一応寺だし、ちゃんと寺の機能あるんだけども、戦闘御所であると考えてもいいですね、そこは。いわば戦闘御所でもあったと。大覚寺殿は。御坂とか亀山も、院政を、亀山殿で、敷いてますからね。現天龍寺。建物は、当時の建物を踏襲しとるんですか？いや、やっぱりだいぶ変わってるんですか？変わってます。鎌倉時代に焼けて、まず鎌倉時代に焼けてます。鎌倉時代は1336年、延元元年、建武5年に、まずほぼ焼けてます。で、その後、再建されますが、応仁の乱でまた焼けてます。今の大覚寺、広い大きな建物ですけども、まあ、そういう御所の、なんですかね、要素みたいなのは特にはないわけですか？一応復元は意識されてるはずですが、新しいやつは、はい、神殿は江戸時代後水の天皇から貸しされたものです。で、小神殿はいつかは分からないけども、基本的には江戸時代完成から、天明とかそういう頃に作られてて、三重堂は明治4年に結局
という感じですかね。だから意外と古いのは残ってない。昇進でも、一番古いやつでも桃山時代ですね。現在残ってるものは。